アジマノの桜は、福井県越前市線町にある、越前市アジマノ小学校の校庭の中にある一本、桜、越前市指定文化財である。越前市アジマノ小学校は、現存する小学校であるとともに、校庭の桜抜きが、越前市の観光スポットとなっている。桜の種類は、江戸悲岸で、高さ約15メートル、幹回り約3メートル、枝張りは、 南北約17メートル、東西に約20メートル、樹齢は約150年とされる。平日、授業が行われている時間は、校内での見学不可である。2016年のシーズン中には午後7時から9時45分までライトアップされることとなった。この夜桜の見学は自由とされる。1905年旅順要塞攻略に伴う戦勝記念として、 清水頭町の豪雪時から江戸悲岸の苗木が現在の安島の小学校の前身となる聖賀小学校の校庭に移植された。1929年には安島の小学校の移築に伴い現在の場所へと移された。この時桜の木は校舎の横に立っていたが、1978年の新校舎春工に伴い旧校舎が取り壊されたため、 皇帝の中央に位置することとなった。1978年11月1日、竹雄氏によって、味じまの桜として、竹尾氏指定文化財に指定された。ありがとうございます。